今回は田島の川越カメラマンが日本遺産認定をきっかけに観光客を呼び込もうと勝負を始めたある町を取材しました。一番遠いところなんですよね、ここって。でもせっかくもろもろの人が寄る場所ですんで、本当いろんな方に遠くから来ていただきたいなと。新温泉町もろ寄港、この夏日本海に面した自然豊かな小さな町が大いに沸きました。今回日本遺産にね、浜坂のもろ寄がなりましたんで、これをもっともっと PR していきたいなっていうふうに思って。江戸時代、物流の大動脈として活躍した北前船、北海道から大阪まで数々の港を経由しながら米や油、新鮮な魚介類などを各地に流通させました。風町、潮町の港として栄えた諸寄の港、日本遺産認定を起爆剤に盛り上げたい、その観光客を呼び込む第一弾として考えられたのが、諸寄で獲れた白イカのお刺身に豪華な海の幸の海鮮焼き。北前船が寄った港の自慢の海産物が一堂に集う、まさに海の宝船や。白イカの刺身をいただいてみたいと思います。口の中でとろけていきますね。美味しい、甘みもたっぷりですね。美味しいですね。一夜干しのカレイやハタハタ、サザエに甘エビ、地元で愛されている意外ご飯など、もろもろ寄せ集めて2800円。浜坂港の丸海渡辺水産で10月末まで味わえます。そして普段は西院海岸のジオパークを楽しめる田島海岸遊覧船も特別に諸寄港北前船クルーズを就航させました。すごい高い、5メートルあるな。通常のコースでは見ることができない名所。さらに今ですね、船の右側ぐらいに見えてます港、これが諸寄港になります。海側から諸寄港を見渡すことで、北前船に乗っていた船員たちの思いを疑似体験できます。もうだいぶ出せてる。でもう一つはこれです。なるほど、掘れてる。こうやってなるほど、ね、でこう止めて。すごいですね。西院海岸ジオパークを盛り上げる活動をしている福原さん、日本遺産認定を機に地区内の文化財を巡る諸寄ウォークを企画しました。港に残る船止めの跡や船旅の安全を願って神社に奉納された船絵馬、そしてかつて北前船の海鮮問屋として財を成した歴史ある文化財を見学することができます。結構開発に取り残されたところですんで、昔の渓流施設が残ってたり、町並み自体も古いとこがまだまだ残ってるという感じで、そういうとこがやっぱり見どころの一つかなと思ってます。日本遺産だけではなしに、ジオパークっていう大地との関わりで、どういうふうにこの港が風町港になったかっていうのもよく分かることだと思います。かつての繁栄の名残を感じる歴史散歩、自然にグルメに歴史遺産、諸寄には可能性が広がっています。